皆さん、袋駅長です。今日はね、前回までの動画が外ロケが続いたんで、今回は以前から一度入ってみたかった伊勢崎町にある東京ラムストーリーという大衆ジンギスカン酒場にお邪魔しましたよ。で、ラム肉とね、飲み放題でね、しっかり給油しました。ではどうぞ。まず外観から東京ラブストーリーのパロディみたいな看板が面白いでしょ。で、ここのオーナーの多分好みだと思います。で、実際ね、サワーのね、フレーバーの名前にね、主人公のカンチとかね、リカの名称がついてます。おしゃれなジンギスカン屋さんに仕上がってますね。で、今回は厚切り上生肩ロースと野菜盛りの初回セットっていうやつとね、あと切り落とし肩ロース、野菜盛り、そしてね、ラムソーセージをね、頼みました。ドリンクはね、60分飲み放題で、カウンターのセットされたサーバーからね、レモンサワーをいただきました。これね、ワンコインで500円なんですよね。すごいですよね、安いでね。サワーは度数が8度です。自分で調整できるとかいいですよね。サワーのフレーバーはね、種類があって、今回チョイスしたのはね、瀬戸内レモンと男梅レモンです。全部で10種類のフレーバーがあります。で、ネーミングがね、笑わせますよ。カンチレモンとかリカレモンとかね、ドエスレモン、それからね、ボーイズラブ、あとひと夏の恋とかね。結構笑わせます。あとね、レモンサワー60分飲み放題の、ね、ネーミングがまた面白い。レモンサワーは突然にだそうです。お肉の方はね、肉厚の生肩ロースをいただいたんですが、味に癖はないしね、ジューシーで柔らかくて極上ですよ。かなり癖になります。タレもいいですよ。ジンギスカン最高です。ちなみにここでね、横のついたてに何やら面白い名言が書かれているので、ちょっと音読させていただきますよ。黙って飲むのはいい男、笑って飲むのはいい女、とにかく飲むのはいいおかま。誰の名言だか知ってる方はぜひコメント欄によろしくお願いします。正直なとこね、腹いっぱいラム肉食いてって感じでした。食べたことない人はね、騙されたと思ってね、ぜひ行ってみてくださいね。本当だよ、
そうめあと、ここのスタッフさんもね、親切に丁寧な対応でね、とっても恐縮しました。皆さん、本日はご視聴誠にありがとうございました。番組登録の方もぜひよろしくね。ではまた次の動画で、バイ。